それでは第2部始めます。名古屋のズーパスと申します。よろしく。どちらかといえば無知、不安な性格だから、多数決断審査、誰も不幸にさせない。最高失敗はいつも隣り合わせるの。このまま人生の格闘を諦めに暮らせるのか。スタートは一緒だ。どんどん行こうぜ。